長木地紀東京造形大学卒、日本のゲームクリエイター。元株式会社 G モード所属のプロデューサー。同社で50タイトル以上のゲーム開発に関わる。2007年以後は、携帯少女がアニメ化、実写ドラマ化され、映像作品の企画、監修、プロデュースも行う。オリジナル携帯電話ゲームを数多く配信していた G モード元所属の、 ゲームクリエイター。建築家の父を持ち、大学では建築デザインを専攻していたが、アニメーションや映像を好んで学ぶ。日本、テレネットのゲーム背景のデザイナーとして、ゲーム業界に入る。コンシューマーゲームのデザイナー経験後、G モード創世期から入社。その後プロデューサーとなる。本人のプロデュース作品では、企画以外にもイラストアートディレクションシナリオ制作など、 マルチな才能を発揮している。2007年からは携帯電話ゲーム制作以外にも、ラジオパーソナリティ、実写ドラマライトノベルコミックの監修などのゲーム、以外の活動や、PC ゲーム、アニメーションなどのプロデュースも行う。この後、ゲームのクレジットで名前を見ることが少なくなったが、2008年12月に、配信された、携帯少女から、恋姫からより、 ゲーム制作に戻り始めているようである。インターネットラジオ音ン、泉の番組、携帯少女、ラジオスピリッツ内で、トーク技術を1年近くの間、声優の寺田春日に鍛えられたことで、イベント司会なども始めている。本人は、萌えが苦手だったようであるが、携帯少女のメディアミックス化により、今ではその片輪を見せないくらい精通している。携帯ゲームアプリとして、 携帯の文字打ちをして、コミュニケーションを行う、ニャンコロ、シリーズ、ゲーム中のアイテムに携帯待ち受け画面を配置した、ミステアシリーズ、ボーダーフォンの端末にある、モーションコントロールセンサーを使った、携帯少女など、携帯電話の機能を使った作品を、数多くプロデュースしている。作品は G モード公式 HP の情報、携帯アプリのスタッフロール、ビウェイより参照。 ありがとうございます。